日本維新の会の岸田でございます。参考人の皆様ご出席本当に心からありがとうございます。先ほどからお聞きをしておりまして、横田さんのお話が大変わかりやすく、それだけに辛く苦しい思いをいたしました。拉致という言葉を使いますと、何かこう国際的な難しい問題というような印象を受けるんですけれども、まあ、実際は誘拐であり人さらいである。そしてそれが犯人も分かっていて、連れ去られた場所も分かっているにもかかわらず解決ができないという、この40年間というのは本当に不思議であり、またおかしなことだと思います。12月16日にシンポジウムに出席をさせていただきまして、加藤大臣が全力を挙げて救い出すというようなことをおっしゃっていただきました。第3部ではミニコンサートが行われまして、みんなで歌を歌いました。会場がもう本当に満員で、大変なやはり興味がある、皆さん関心を持っているということをよく分かったわけでございますけれども、最後に短波放送ふるさとの風、潮風でしょうか、本当に心の支えになっているのだとは思いますが、みんなでですね、復唱しました。日本の拉致被害者を必ず取り戻す、これ3回復唱を、させていただいて、短波放送に載せたわけですけれども、最初の時に、ダメ出しをされました。声が小さい、みんなで一生懸命声を出しているつもりだったのが小さい声だということを司会者に言われて、もう一度やった時には本当にその何倍もの大きな声になった。それを受けて女性の司会者が、実はこれが今までの活動だったのかもしれませんね、一生懸命やっているつもりでいたけれども本気でもう一度やり直せばもっともっと力が出せたんじゃないか、そんなことをおっしゃって、そうなのかなと本当にそう思ったわけでございます。そこで横田さんに大変お答えにくいかもしれませんが、この15年間政府の活動、点数をつけたら何点なのか、そしてその気持ちなどをお聞かせ願いたいと思います。私はですね、点数っていうのはもう小さい時から嫌いでですね、みんなそれぞれのいいところもあれば、まずいところもあるっていうのが人間だと思いますし、何点っていうことは本当に神様がおっしゃることであって、私たちが言うことではない。ただどれだけ努力してどれだけ真剣に命がけでやったかっていうことだけは誰にも見えると思いますので、その姿を私たちはいつも期待して皆様方を拝見しておりますので、本当に安倍総理もそのようにしていただきたいし、多くの方がもしご自分のお子様が恵みと違ってて、入れかうちは拉致をされてない、だけど皆様のお嬢様がまたご子息が連れ去られたままで今のご状態でいらっしゃった時に、本当に40年間50年間そういうふうになさっていたのか、もうしょうがないです、もう諦めます、こういう運命もあるんでしょうってお子様を話されるのかっていうことを、一番そこを考えていただいて毎日送っていただきたいと、それだけお願いしたいと思います。よろしくお願いします。岸田君。満点をつけていただくことはとてもできないというようなことは今の言葉から大変伝わってきました。次にですね、飯塚代表と西岡代表にお聞きしたいんですけれども、テロ支援国家の指定が1987年11月に一度なされまして、2008年にまた解除され、そしてまた2017年に再指定された。そしてトランプ大統領がこの拉致の問題について取り上げられたわけです。で、それをパフォーマンスと終わらせてはいけない。フォローアップが必要だということで、政府も全力を挙げて、いろいろ考えてはいると思うんですけれども、家族会や救う会の方々にとって、フォローアップというものの何かこうヒントなどを教えていただければと思います。では、西田参考人。私の方からこれはというヒントとか提案は、ありません。しかしながら、ああいう動きを見ているとですね、期待はしてます。というのは、先ほどちょっと話に出ました、ブッシュ大統領の対応、
全く似てきてるんですね。そういうことでは北朝鮮のトップが、いわゆる、軍事資金も含めた、自らの資金も含めた外貨が相当緊迫しているという状態にもなってきているということは、先ほど出たように、それをこれ以上もうやられては困るといういわゆる白旗を上げる状態になってきているというふうなことを聞けばですね、向こうからのその例えば申し入れ協議をしていこうかとかっていう申し入れがあるのではないかと、まあ、いうふうに考えますが、まあまあ、逆にですね、ああいう向こうのトップでみたいな人ですからやたらその圧力圧力でやった場合、まあ、いわゆる俗語で頭へ来てですね、何をやらかすかわからないというような心配も実はありますよね。そういうこともまあ一つの大きなリスクとして私たち考えながら いますけれども、まあ日本政府もアメリカの、まあ、トランプもそうだし、国連総会もそうだし、北朝鮮をもっともっと制裁していくと、その過程の中で再生を図らせていくんだという動きがありますので、まあ私たちとはいやそうじゃないよとか、あるいはこういう妙案もありますよっていうのは全くありませんので、全てそういう面では信頼と期待、これしかないですね。以上でございます。では西岡さん、ここに。テロ支援国指定は1988年大韓航空機爆破事件の時にされたのでありますが、その理由に拉致が入ったのは2003年、我々家族会救う会が訪米いたしまして、アーミー定時国務副長官に会って当然これ理由に入れてくださいと言って初めて入ったんです。この40年間もですね、なぜこんなに解決ができなかったかの一番の理由はですね、一番後ろの10年間しかみんなで一生懸命しなかったということです。この委員会もいつできたのでしょうか。本当は40年前から ここで議論してきたらこんなにかかってないと思うんですね。だから本当は大韓事件の時にこういう委員会があれば、アメリカの制度の中で拉致が理由だという決議をしていただいて圧力をかけられたわけであります。我々がこれが使えると思ってお願いして、アメリカもそれを使おうとしたのでありますが、アメリカは核のためにそのカードを一時捨ててしまった。しかし今回、まあ、キム・ジョンナム氏のことなどを理由に再指定しましたので、ぜひやっていただきたいことはですね、拉致問題は現在進行形のテロですから、被害者が帰ってきてないんですから、毎年4月ぐらいにアメリカの国務省はグローバルテロリポートというのを出します。その中でこの1年間どの国がどのようなテロをやったのか、テロ指定の理由を書きます。そこに拉致問題が書かれるかどうか、再指定されたといっても拉致以外のものでされたのでは意味が半分になってしまうと。ぜひ日本外交を通じてそれをやっていただきたいし、先生方も議員外交として、あるいは国会としてですね、声を出していただきたいと思っております。以上です。岸田君、今の言葉を本当に参考にしながら、進めていきたいと思います。日本維新の会も全力を挙げて取り組んでいきたいと思います。ありがとうございました。